24時間以内に発生する台風の情報についてお伝えいたします。現在の様子から見ていきます。日本の南海上にあります熱帯低気圧、南側から東側にかけて雲がまとまってきているような状況となります。徐々に発達の兆しを見せておりまして、24時間以内に台風になる見通しという状況になっております。この後の予想を見ていきます。5日の15時現在では日本の南の海上で熱帯低気圧はほとんど停滞しておりまして、中心の気圧は1002ヘクトパスカル、最大風速は15メートルとなっております。この後は北東に進んで、6日の15時には中心付近の最大風速が18メートルに達して台風となる見通しです。その後も太平洋高気圧の縁を沿う形で北上を続けまして、7日には関東の南の海上に達し、その後8日にかけて関東の沖合を通過していく可能性が高い見通しです。この後北上するエリアの海水温徐々に下がっていくことに加えまして、上空の風が台風の発達にあまり適切ではないという状況になりますので、あまり発達はせず暴風域は伴わない見通しとなっております。その後9日になると東北の沖合に進みまして、じゃんたんと東寄りに進路を変え、10日にかけては動きを遅くなると見ております。この熱帯低気圧から変わる台風の影響、6日から早くも出てくる見通しです。6日夜の天気図を見ていきますと、紀伊半島沖、台風に変わった後北上してきまして、そこに伸びる前線の影響もありまして、西日本、東日本の広い範囲で雨が予想されます。台風の周辺の湿った空気が流れ込む影響で、太平洋側に加えて前線周辺の日本海側でも雨が強まり、明日にかけて断続的に雨が降り続く見通しです。これは台風が北上してくる6日の夜にかけても続くと見ております。その後台風の近づく関東では7日にかけまして、沿岸部を中心に風の強まる心配もありますので、この後の動向に注意が必要です。台風24時間以内に熱帯低気圧は台風に変わり、台風13号となる見通しになっております。この後の最新の熱帯低気圧や台風の情報はウェザーニュースアプリからご確認ください。